それでは第23回平安ステークス、こちらの方の予想を始めていきたいと思います。このレース人気上位が不安定で結構荒れるレースとなっております。今回の予想は本命サイドにしてしまったんですけどもね。前走成績ではアンタレスステークス組が、ここ3年は少なくとも、2頭ずつ馬券になっているというところで相性がいいですね。中でも穴を狙っていくのであれば、アンタレスステークスで差し損ねて5着ぐらいに負けたタイプというところが良いですね。血統面では、芝2000メーター以上で定評になるような、よく見るような血統ですね。そこら辺が調子が良くて、そこにミスプロ系のアメリカンさがパワーですね、プラスされるといいかなって感じです。客室面では、前が2頭、後ろが1頭で馬券が決まるというところで、決め打ちはしづらいというところになります。あと枠順面では、内外いろいろ来ますからね、大外はちょっと来てないかなって印象もありますが、そこは傾向がないというところでしょう。本命の方は、実力も抜けてるだろうというところで、アスカのロマンにします。前走、アンタレスステークスでは負けてはいるんですけれども、前に行って、上手に残して2着というところですね。さすがに力は抜けているというところで、今回は本命です。このレースの方が前は有利という展開は多いので、前回の、前走のアンタレスステークスよりは、展開的には向いてくるだろうなというふうには見ております。あと、対抗の方は6番、クリストライトにしたいと思います。こちらもおそらく同じくアンタレスステークス組なんですけれども、こちらはちょっとね、溜めていって届かずという感じですかね。後ろから刺されたって感じですかね。若干溜めた方がいいレースでもあるので、これ辺を、実力出せそうなタイプを狙っていくというところになります。あと、他にも抑えていくのはこのトップディーボーですね。後ろから行くタイプではあるかなとは思ったんですけどもね。それは前走がちょっと後ろからちょっと出が悪かったのかなって感じですけども。そこそこ毎回いい足が使えるいい馬じゃないかなというふうに思います。ちょっと話を戻しまして、クリストライトの方ですね。血統的にはバリバリのダート血統という感じがするので、ちょっと芝の雰囲気はないんですけれども、なんやかんや実力上位かなというところで狙っていきたいという感じですね。前に行ってもよしですし、面白いんじゃないかなっていう感じです。他を抑えていくとこがさっき、申し上げました通り、トップディーボーですね。すいません、ちょっと鼻の方がだいぶ花粉でやられております。金亀3区というところは結構このレッスンも走っていますからね、面白い1頭かなって感じで、1600番下勝ってオープン戦で2着とで重賞使ってちょっと負けてしまったというところですね。こういうのもだんだん経験で慣れてきますからね。重賞を使った経験は生きて今回、走れるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと溜めて競馬できるタイプっていうのを抑えで、狙っていきたいというところでこの馬を選択しております。他には、8番トラキチ社長ですね。馬主さんは阪神ファンかなっていう感じはしますけれども、特に馬券には関係ないです。血統的には、矢野トップガンで、重たい芝系という感じですかね。スタミナは十分あるという感じです。8の方は、ヨーロピアンな感じで、そんなに向くのかなという感じも、しったりはするんですけども。本当に毎回追い込んで、上がりタイムだけはいいというところはありますからね。結構このレース前に行きたいタイプも多いので、そういったところがガタッと崩れるようであれば、こういった追い込み一辺倒の馬っていうのが刺さってくるんじゃないかなというところで抑えていきたい一頭になります。予想の方は以上となります。
ご視聴ありがとうございました。本当に鼻がいかん。